世界全域で人間は1日に平均 1kg から 2.7kg の食べ物を食べています。つまり1人につき1年で 365kg 以上、一生涯では 28,800kg 以上ということになります。そして全ての食べ物は消化器系を通ります。9メートルもの長さになる10の臓器、器官からできていて20以上の特殊化した細胞種が含まれます。これは人体で最も多様で複雑なシステムの一つです。各器官は一つの機能を果たし、一体となって絶え間なく活動します。口に入れた食べ物を生命に不可欠な栄養素やエネルギーに変えることです。胴体の全長にわたって消化器系は4つの主要な部分からなります。まず胃と腸です。食べ物を運ぶ曲がりくねった管で、内部の表面積は30から40平方メートル、バドミントンコートの半分に相当します。2つ目は膵臓、胆のう、肝臓です。この3つの臓器が何種類もの特殊な消化液で食べ物を分解します。3つ目は酵素、ホルモン、神経、血液、これらすべては一体となって食べ物を分解し、消化過程を調節し、最終生成物を運びます。最後が腸管膜です。腹腔内で消化器官を支え、正常な位置に保ち、働きを可能にする大きく広がった組織です。消化過程は食べ物が口に入る前から始まっています。美味しい食べ物を楽しみにしているときは、口内の腺が唾液を出し始めます。毎日約 1.5 リットルの唾液が作られています。食べ物が一旦口に入ると、咀嚼によって唾液と混合され湿った塊となり、これは食物塊と呼ばれます。唾液中の酵素はデンプンを分解します。そして食べ物は食道という25センチの管の端につきます。胃に到達するには勢いよく進まなければなりません。食道組織の周りにある神経は食物塊の存在を知らせ、蠕動を引き起こします。蠕動とは決まった形で起こる一連の筋肉収縮です。これにより食べ物が胃に到達します。ここでは食べ物は胃壁の筋肉のなすがままです。食物塊は寄せ集められたり細かくされたりします。胃壁から分泌されたホルモンが酸や酵素を多く含んだ液体の分泌を刺激し、これにより食べ物は溶かされ、タンパク質は分解され始めます。またこれらのホルモンは膵臓、肝臓、胆のうにも働きを促します。次の段階の準備として、消化液の生成や脂肪を消化する応力食の胆汁を輸送するためです。胃の中での3時間後、初めに食物塊であったものは泡状の流動物になり、小腸に移動する準備ができます。胆のうは肝臓から胆汁を受け取り、十二指腸と呼ばれる小腸の支部に分泌します。こうしてドロドロの消化物中に浮く脂肪を溶解します。さらに分泌された水液や腸液が消化しやすくするためです。こうした酵素を豊富に含む消化液は、脂肪分子を脂肪酸とグリセリンに分解し、吸収されやすくします。また別の酵素はタンパク質のアミノ酸への分解、炭水化物のグルコースへの分解など、最終的な分解を行います。これは小腸の次の部分、空腸や海腸で起こります。小腸は絨毛と呼ばれる小さな無数の突起に覆われていて、これらは分子の吸収や血流への移動を最大限にするために、とても広い表面積を持っています。血液は旅の最後の工程を担当し、いろいろな臓器や組織に栄養を供給します。しかしまだ終わりではありません。残りの繊維や水分、消化の際に生じた死滅細胞は大腸に至ります。別名結腸です。腸壁を通して残りのほとんどの水分を吸収します。残ったのは柔らかい塊、いわゆる糞便です。結腸はこの複製生物を直腸と呼ばれる袋に押し込み、神経は直腸が拡張したのを感知し、体に排除するよう告げます。消化された複製生物は肛門から出ます。こうして食べ物の長旅、通常30時間から40時間もの長旅はついに終わりを迎えるのです。学びを続けたいですか？チャンネル登録して好奇心を持ち続けましょう。